こんにちは。今回の動画では FX で騙しが発生するメカニズムを大衆心理から解説していこうと思います。騙しってね、いろんな局面で起きたりしますよね。例えばこうレンジがこう続いてからのこうからのこうとか、あとはこう上がっていって、こうしてこういう動きとか、これ騙しですよね。あとはこう下がっていってで、こう、あ、転換したなと見せかけて、またドーンって落ちて、こういくとか、こう、騙しのパターンっていろいろあるんですよね。だから一回逆に振って、反対側に行くっていうのが騙し、なんですけど、まあ、そもそもその、相場って9割の人が負けるっていうふうに言われてますよね。で、かつ、トレードって本来 50% なんですよね、勝率。買って、上がるか下がるかは 50%。だから、サイコロ振って、まあ、やったら基本 50% になるし、猿にトレードさせたら 50% の勝率になるみたいなこともよく言われたりするんですが、まあ、実際にそれをやった人がいるかどうかはわかんないんですけど、っていう風にして、まあ、9割の人が負ける。そして勝率が基本 50%、ランダムでやったら。にもかかわらず、なんで騙しっていうのがそもそも起こるのかっていうことなんですよね。だって、9割の人が負けるんだったとしたらですよ、9割の人たちがバーンって飛び乗ったところで、みんな、例えば一定の方向にかけるわけじゃないですか。そっちに値動きが発生して、その9割の人たちが結果的に、そのアップトレンドなりダウントレンドを作るってなったら、その9割の人たち勝ちますよねって。だって、9割ってもうほぼ全員じゃないですか。その人たちが特定の方向に動いたら、そっちに値動きできるはずなのに、なんでそこで騙しになって反対に行くのかっていうことなんですよ。なんで1割の人がより大きな流れを作れるのかっていうことですよね。ここね、僕昔、なんでだろうってずっと思った時期があって、まあ、これには僕なりの解釈っていうのがあって、それはまあこの後また話していきますけど、でそもそも騙しっていうのはなんで起こるかっていうと、期待感だったりとか、取り返したいっていう衝動だったりとか、勝ちたいっていう執着とか、そういうのにこうみんな駆り立てられて飛び乗ってしまうっていうことなんですよね。で要するにね、その仕掛ける側と仕掛けられる側みたいな感じなんですよ。で、その騙しを作っている、まあその9割の人たちっていうのはいるんですけど、その人たちは要するに仕掛けられてしまってるってことなんですね。それによって飛び乗りたい衝動に駆られたり、なんかとにかくそこでエントリーしたくなってしまうような感情にさせられてしまうんですけど、これは逆にそういうふうに仕向けてる何かがあるってことなんですよね。だからそこに巻き込まれてしまうと、自分が騙しに巻き込まれる側になってしまうっていうことなんですけど、例えばこういうふうになって、こうやって来て。こういった時に、あ、抜けたってなった時に、みんな我先にその動きに乗りたがるんですよね。で、飛び乗っていくじゃないですか。最初の見切り発車によって、みんなこの最初のブレイクアウトの動きを作るんですけど、なんでここでバンってじゃあ、それがヒゲになって、反対側に行くかっていうことですよね。ここは結構重要なポイントなんですけど、まあその解説に入る前にもうちょい仕掛けられるってどういうことかっていうのを話したいんですけど、例えばニュースを見てる時も、無性にこうなんかムカッとしたりとか、かわいそうみたいなこう情が出てきたりとか、これもその広告だったりとか会社に仕掛けられてるっていうことなんですよね。あとは例えば芸能人のニュースを見て、わ、なんかこいつ本当にダメなやつだなっていうふうに思ったりとかも、そういうふうにそう思わせるためにそのニュースを出してるんで、そこにママと引っかかってしまってるってことなんですよ。仕掛けることによって大衆心理を操ってみんなの動きをコントロールしようとするけど、まあ、相場と全く同じですよね。だからそういうふうに全ては、ね、こう感情を特定の方向へ動かすためにその仕掛けてきてるっていうことなんですよね。これはもう相場も世の中も全部同じですよね。その上でじゃあなんで騙しが起こるかっていうと、この局面で行った時にここで騙されて衝動に走ってバーンと買いに行った人たちがいますよね。そもそも値動きっていうのは負けてる人が作ってるっていう説がまああるんですよ。これは矢口さんっていう元ディーラーの方の生き残りのディーリングっていう本に書かれてるんですけど、相場の値動きは誰が作ってるかっていう項目があるんですよね。その中では負けてる人が値動き作ってますよっていうふうに書かれてるんですよ。どういうことかっていうと、例えばアップトレンドがあった時に、これって負けてる人が作ってるのってよくわかんないじゃないですか。でも、例えば最初に大口のポジションを持ってる人、ロングしますよね、ここで。で、この人は簡単には損切らないんですよ。ずっとポジションをホールドしてるから。で、ホールドして放置です。例えば、ここで他にも便乗してちょっと上がってきたところで、あ、そろそろ結構上がったから売ろうみたいな人が出てくるじゃないですか。で、こういうところで違う人がショートしますよね。この人は短期の値動きを狙ってる人です。まあ、なんかちょっと上がったから衝動で売っちゃいましたみたいな。で、売ったもののじわじわと上がってきて、含み損になってきたからすぐに損切るわけですよね。で、損切るときって、ショートを決済するからロングじゃないですか。ロングしますよね。ってなったら、ここでまたロングが出るんです。
で、ロング出たら新たなショートでそれを受け取る人がいるわけですよね。また上がったからここで売ろうみたいな、そういう仕掛けられてトレードしてしまう人がまた現れる。で、またここでショートして、あーなんか下がらない、またじわじわ上がってきた、でまたロングしてっていう風に、この売りで引かされてる人たちが損切りすることによってアップトレンドが形成されていって、あ、もう耐えきれないってなったところでバーンっていくっていうのがバイングクライマックスと呼ばれるものですね。だこういうふうに相場は負けてる人が作ってるんですよっていうことなんですけど、そもそもじゃあこの魂のねポイントでどういうことが起きてるかっていうと、魂の局面でバーンってまずここで衝動的に買いに行った人たちが派手な値動き作りますよね。でもここで反対側ではここからの大きな下落を取りに行こうとしてる人たちが売りを仕掛けていってるんですよ、そのロングに対して。いや、それは簡単には決済しないんですね。一回ショート持ったらずっと持ってるものだからっていう時に、ここからバンって買いに行ったいいものの、そこから後に続く人たちがいないんですよ。衝動的にみんなバンって入っちゃうんで、その後からじっくり買っていく人たちが現れないから、この推進力っていうのはすぐに力尽きて下に押し戻されてしまうってことですね。で、その時にショートの人たちも本当の裏で仕掛けてるショートの人は簡単には鈍わないから、ロングで反対売買しないですね。ってことはこれを止める勢力もまたいないんですよ。同時にここの派手な値動きで買いに行った人たちがどんどん損切りしますよね。あ、ダメだってなって、ってことはそれがどん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 ってどんってこういう風に下に加速する勢いをつけて魂になって反対側に触れて落ちていくっていうメカニズムですよね。っていうことがその魂が発生してるってことなんですけど、まあ、ここで何が大事かっていうと、仕掛けられて感情がブレてる、おー、なんかいけるかもしれないみたいな安易な考え方が出てきたっていう時に、それに従うんじゃなく、あ、今そういうの出てきたなってなるべく客観的に認識できるかどうかが大事なんですよ。シグナルとして、あ、今そういう衝動が出てきてるってことは、あ、ここ魂が起こるポイントだなっていうふうに思えるかどうかなんですね。これが大きな違いになるんですよ。あ、魂起こるかもっていうふうにそこで分かったら、一旦ちょっと待つ、タイミングをずらしてエントリーすることによってめっちゃ優位性のあるところで入れるんですよ。そういうふうにね、こう大衆心理をちゃんと理解して魂のメカニズムを理解することができたら、それをちゃんと逆手に取ることができるんですよね。そういうふうにして仕掛けられる側から抜ける、仕掛ける側の意図に翻弄されない、むしろそれを逆シグナルとして使っていけるようになったら、トレードの次元1段も2段も上がるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ行ってみてほしいと思います。で、あとはメルマガ登録するとトレンド転換の手法の動画が届くんですけど、それは魂があるないに関わらず誰でもね、こうできるような手法になっているので、ぜひ合わせて、使ってみてほしいなというふうに思います。